トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。4月1日土曜日の朝です。今日は東京グランプリおしゃまんべ800キロレースの放給日。一年で一番楽しい日になります。今日の空模様です。東の空から北の空の方にカメラを回しています。 今日の天気は晴れ、風はありません。ここ数日で一番いい天気の朝になりました。この北の方角から一直線で帰ってきてほしいです。放球の連絡が入っていました。今日東京グランプリ、おしゃまんび800キロレース、放球は6時10分。早い時間の放球で当日期間が期待できそうです。 今日の朝3時の天気図です。昨日の予報と同じような感じの気圧配置になってます。日本は北海道から本州、広く高気圧に覆われていて、晴れの天気になってます。風は弱い北風の吹くような気圧配置になってます。具体的に鳩が飛翔してきそうな場所の天気予報を見てみたいと思います。これは雨だつによる日照時間です。 朝の六時から七時の間ですね。放棄地、御社満部から東北地方はおおむね晴れという天気になっています。七時現在、雨だすによる風向きです。風は北寄りの風。函館付近がちょっと強い、北北西の風が吹いています。そこ以外は大したことないですね。秋田市の天気予報です。天気は晴れ、風は まあ、ほとんどないですね。0から1メートル、弱い追い風になってます。鶴岡市の天気予報です。鶴岡市も天気は晴れ、風は弱い北西の風ですね。ここもいい風が吹いてます。福島県藍津市の天気です。藍津市も天気は晴れ、風も弱い西風ですね。 後の飛翔には影響ない西風だと思います。日光市の天気予報です。ここも天気は晴れ、4時ぐらいから雲が出てくる予報ですね。風は弱い南風になってますね。この辺に来ると南風は結構鳩にとってはきついものがあると思います。しかし2メートルですから大丈夫でしょう。突っ切ってくれるんじゃないかなと思ってます。 期間地東京小金井市の天気予報です4時ぐらいから雲が出るという風になってますね昼間はおおむね晴れ期間時間帯になってきますと雲がだんだん増えてくるのかもしれないですね風は東寄りの風3メートル南風じゃないものでなんとか耐えて帰ってきてくれるんじゃないかなと思ってます朝6時の天気図が見れるようになりました この天気図を見ますと、3時の時と天気図とほとんど変わってないですね。今日のレースは高気圧に恵まれたレースになりました。このようなレースで帰って来れない鳩は、鳩の能力が不足していると、または体力不足ということで、えー、諦めもつくような天気予報になってます。期間風景、今日の夜になると思いますけども、掲載したいと思います。 その時またお越しいたければ幸いです。ありがとうございました。